メタルファイトベイブレードメタルファイトベイブレードジロジーメタルファイトベイブレードジロジーは月刊コロコロコミックで連載された足立貴文による日本の漫画作品及びそれを原作にしたアニメ作品。漫画メタルファイトベイブレード及びアニメメタルファイトベイブレード 4D の続編であり、ホビーベイブレードを題材としている。本項ではアニメ版の設定を中心に解説する。前作から舞台を7年後に移し、新主人公、黒銀ゼロの活躍を描く。新たな世代のブレーダーたちを育成する役割として、前作の一部のキャラクターも引き続き登場する。前作までが星座をモチーフにしていたのに対し、本作は幻獣をモチーフとしている。幻獣のイメージイラストは、玩具デザインなどを手掛けるDOGMASKによるもの。漫画版におけるタイトルのジロジーは作者によるとゼロ G は誤りでゼロ G が正確な表記とされるがアニメ公式サイトでは一貫してジロジーとなっている。アニメ版は1話15分として当初1年の放送予定だったが予定より早く国内での商品展開が終了したため3クールで放送終了となり放送予定だった4クール目14話分はレンタル DVD に1話30分形式の7話分として収録された。また、本作は2015年にソフトバンクモバイルのアニメ専門 VOD サービス、アニメ放題及び U-NEXT、2016年に Amazon プライムビデオで配信されているが、地上波未放送分も含まれている。銀河たちレジエンドブレーダーとネメシスの戦いから数年後、世界はようやく復興し、ベイブレードもまた新たな時代を迎えていた。そんな中、銀河に憧れ最強のブレーダーを目指す黒銀ゼロは、かつて銀河たちがいた町にやってきた。しかしそこに銀河はおらず、明日の最強ブレーダーを目指す競合が集まっていた。新型のゼロ G スタジアムの扱いに慣れず苦戦するゼロだが、持ち前のガッツと天性の勘で攻略法を理解し勝利していくのだった。特に注釈のない必殺展技はアニメ版で使用したもの。地上波未放送から登場漫画に登場するキャラクター DVD ではテレビ版2話分を1話にまとめた形式となっている。がついているのは DVD でも使用されたサブタイトル。月刊コロコロコミック2012年4月号から12月号まで連載。著者、足立貴文。2012年3月から12月まで展開されたメタルファイトベイブレードの最終シリーズ。現在はすべてのベイが生産終了となっている。これまでのメタルファイトシリーズからフェイスとウィールとスタジアムが新しくなり、フェイスは宝石をイメージにした多角形のストーンフェイス、ウィールは金属のクロムウィールとプラスチックでクリアウィールより大きいクリスタルウィール、スタジアムがボール状で立体的になったことで、ベイのいる斜面によって、スタジアムも動き出すジロジースタジアムになるなど、今までになかったバトルができるようになった。トラックとボトムは従来と同じだが、ジロジーシリーズに合わせたものとして登場するようになる。また、ジロジーシリーズからは、すべてのベイに属性の概念が追加されており、属性の相性によって有利に戦えるようになった。トラックとボトムに関しては、ジロジーシリーズ以前のベイとの互換性があり、従来通り組み替え可能。ただし、ジロジーシリーズから新しくなった、ストーンフェイスとクロムウィールとクリスタルウィールとの互換性はない。新しく導入されるスタジアムにより、今まで登場したボトムのディフェンスタイプとスタミナタイプが逆転するようになり、3組の相性が変更される。また、ランチャーもジロジーシリーズ用に使いやすくするため、コンパクトでシュートしやすいように設計されたコンパクトランチャー、真下にシュートできるように設計されたジロジーライトランチャーとジロジーベイランチャーになり、スターターで同梱されるランチャーはコンパクトランチャーとなる。クロムウィールとクリスタルウィールは基本的に上側が金属のクロムアップモードだが上下を入れ替えて上側をプラスチックにすることで、これまでのハイブリッドシリーズや 4D システムに似たクリスタルアップモードにすることができる。また、クロムウィール同士を合体させて上下どちらも金属にすることで重量が大幅に上がり攻撃力と防御力を上昇させられるシンクロームシステムを搭載している。また、ジロジーシリーズのクロムウィールは重心が偏っているため、同じクロムウィールでシンクロームさせると重心が整えられる。その場合の故障は頭にツインがつく、または2つ続きの名前になる。なお、クリスタルウィール同士の合体は隙間ができて固定できなくなるため、クリスタルウィール同士の合体はできない。各属性ごとの最強級シンクローム改造。ありがとうございます。